委員長の報告を求めます。厚生労働委員長森山正人君。ただいま議題となりました年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について厚生労働委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。本案は社会経済構造の変化に対応し年金制度の機能強化を図るため所要の措置を講じようとするものでその主な内容は第一に短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について段階的に引き下げること第2に60歳代前半の在職老齢年金について支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること第3に年金の繰り下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げること第4に確定拠出年金について加入可能年齢を引き上げるとともに受給開始時期の選択肢を拡大すること等であります。本案は去る4月14日の本会議において趣旨説明が行われた後同日本委員会に付託されました。本委員会におきましては同日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し17日から質疑に入り安倍内閣総理大臣に対する質疑を行いました。同日立憲民主国民社保無所属フォーラムより修正案が提出され趣旨説明を聴取し24日から原案及び修正案に対し質疑を行い5月8日修正案について撤回を許可した後質疑を終局しました。次いで自由民主党無所属の会立憲民主国民社保無所属フォーラム公明党及び日本維新の会無所属の会の4会派より付則第2条第1項および第2項の検討はこれまでの財政検証においてモデル年金の所得代替率に占める基礎年金の額に相当する部分にかかるものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする旨の規定を追加すること等を内容とする修正案が提出され趣旨説明を聴取した後討論採決を行った結果修正案は全会一致修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。なお本案に対し付帯決議をすることに決しました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
この際、内閣提出、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案、並びに山花育夫君ほか8名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案について順次趣旨の